というわけで、今日はいつものようにコロスケくんがやってきてくれました。コロスケくんどうですか？あったかくなってね、いい感じになってきましたね。で、あの視聴者さんからですね、 YouTube の視聴者さんからですね、コロスケくんっていうのはキテレツ大百科のコロスケくんと何か関連があるんですかっていう、なんかそんなような質問をした方がいらっしゃいましたので、その辺はどうなんですか、コロスケくん。どうなんだろうな、わからないって感じですかね。僕がつけた名前じゃない。そうだよね、お母さんがつけたんだもんね。わかんないよね。コロコロして玉のように可愛いコロスケくんです。あー、なるほどね。じゃあコロッケ好きなんですか？そうだね、メンチのがいいね。あ、メンチが、あーね、やっぱりね、メンチの方が美味しいですね。でもコロッケもたまに食べると美味しいんですけどね。そうだね、かぼちゃのコロッケがいいと思うよ、うん、ああ、かぼちゃね、なかなかいいですね。昔コーンコロッケっていうの美味しかったですけどね、コーンがいっぱい入っててね。いいね、うん、おじさんいいとこつくね、うん、そうですか。じゃあまあ、名前の由来は後でお母さんに聞いてみましょう。以上、コロスケくんでした。